こんにちは、のくです。私は今、アラヒフなんちゃって長者合宿というシリーズを動画で作っているんですけれども、今回はですね、それとは別に撮っています。というのもですね、私の YouTube チャンネルが YouTube の方から検閲を受けてしまいまして、動画が上げられない状態になってしまいました。えなので、別のチャンネル、YouTube チャンネル、私が だいぶ前に作ってほとんどいじってなかった別のチャンネルがあるんですけど今日はそちらから放送しております、えー、何がね検閲に引っかかったかというとまあ世の中を探したあのことなんですね567のことですね、えー、チップンだったりメロンだったりということなんですけど過去の動画なんですよね3本ほど引っかかりまして おそらく2週間の停止ですかね。2週間 YouTube がそのチャンネルから上げられない状態なのかな。まあそんな感じかもしれないんですけど、まあ世の中の風潮的にあのことが少しずつ収まってきて、まあ、私の意見に近い方に世の中の流れも寄ってきたというところ、このタイミングで過去の動画が検閲されるというのはちょっとびっくりしたんですけど、 まあ、過去のものまでやられるとね、まあ、キリがないというか、そういう感じですよね。最近ね、その手の、えー、動画は YouTube から出してなかったんですけれども、過去のものでもそういうペナルティを受けてしまうということなので、皆さんも気をつけていただけたらと思います。えー、でね、私の場合は YouTube で収益があるわけではないので、金銭的なね、えー、被害はゼロなんですけれども、 まあ、なんていうか言論の自由がなかなか <laughs> 厳しいなというのが YouTube でもあると思います。で、今回は、まあ私の YouTube 検出されたことですし、リスク、YouTube のリスクっていうことについて語ってみたいと思うんですけど、えー、YouTube で食べている方っていらっしゃるかと思うんですけど、YouTube で、まあ、それ一つで、まあ、一本足だ方で、えー、これで、 ね、毎月給料をもらってる方というのは、えー、YouTube がなくなったらいきなり収入が消えるわけなんですよね。そう考えると YouTube っていうのもまあ始めるのにお金はそんなにかからないのでそう考えるとねそのリスクは他のものよりは高くないのかもしれないですけど。毎月この稼ぎを頼りに 頑張ってる人というのは YouTube チャンネルがえバンされたりしたら、まあ死活問題だなという感じですね。えー、ね、私がやっている暗号通貨、私暗号通貨で巨大利益を得て今があるんですけれども、その時も、まあ散々外からも危なっかしいものと言われていましたし、私自身もね、危なっかしいものという認識はあって、他の 収入の柱を早急に作らなければいけないなっていうのはずっと思っていて、えー、ところがですね、なかなかそういったものが見つからなくて、まあ、マイニングですとか、アービトラージュの案件などもやったこともありますし、あとはですね、えー、他の投資、まあ、例えば前に言った水、水電気の自動車、 なんていうのも、水を燃料にした電気自動車みたいなものに投資したりもしたんですけど、まあ、いずれもなかなかうまくいかなくてというところで、えー、もう一つですね、口コミのビジネス。そちらの方で、まあ、うまくいきかけているものがあって、もうほぼそれはうまくいっているのがあって、まあ、とりあえずそれが、収入がまだ入ってきてないですけれども、これから一応入る予定、入るだけの まあタイトルというかそういうのを取っているので将来的にはそういう確約つってあれですけどまあビジネスや投資に絶対はないのでまあ一応その通りに進めばそれなりの金額は入ってくることになっているという感じなんですねえー、なので私自身は YouTube で食べていこうとかそういう気はほとんどなくて YouTube で稼ごうときもあんまりなかったんですよまあ なので、割とマイペースで、まあ死ぬ気でやってるっていう感じではなかったんで、まあそこまで影響は大きくないんですけども、まあ YouTube でね、本当にやっていこうと思っている人なんかは、まあバンされたりチャンネルから動画が送れない、遅れないというと、まあかなりダメージがあると思うんで、私もですね、暗号通貨の投資、 で、まあ、たまたまうまくいったんですけど、その時にね、やはり下がった時期ってのはあって、2019年とか、2020年の3月ぐらいまで、えー、かなりやばい状態。まあ、値段が下がってる状態ですね、暗号通貨の。その時はですね、さすがに私もちょっと揺れましたよね。他にいろんな案件持ってこられたんですけれども、考えてみるとね、そういう案件もほとんど何かしらの問題。 えー、ものによっては飛んでしまったりですとか、えー、口込みのものでしたら、業務改善命令とかで営業停止したりとかってなっていますし、あとやはり私のね、まあ投資仲間というか、投資を通じて知り合った人たちっていうのがいるんですけど、見てるとね、やはりね、一本の柱も、収入の柱も立ててない方が結構多いかなと思うんですよ。 な,なんか皆さんね、いろいろやりすぎだなというのを感じる時があって、まあ私の口コミのビジネスでもダウンの方はいらっしゃるんですけど、何ですかね、いろんなものにやって <laughs> 手を出してるっていう感じがあって、で、他のね、何かを中心にやって、それでうまくいってるならいいんですけど、そうでもないなという感じの人が多いので、まずは一本何か立てることだと思いますし、 1>, えー、1本で安心しないで2本3本収言の柱が立てていくのがまあ大事じゃないかなと思っているんですね、えー。でですね、億万長者合宿って久保さんがやられていたと思うんですけど、やはりその参加者の方を見ていても、えー、今でも続けてる方ってのはほとんどいらっしゃらないのかなと思って、結局続けているのが、えー、久保さん、吉谷さんの2人のリレーになって、 言ってるということで、私もね、これ、このシリーズはちょっとそこをオマージュした部分があって、えー、でですね、誰でも入れる形にしたのは、そ、そこに入っていた方にもね、億万長者合宿に参加していた方にも戻ってきてほしいなという思いがありました。なので、入るも出るも自由という感じでやってるところがあります。 ね、久保さんやね、吉谷さんのペースで、えー、合わせていくのってなかなか凡人だと大変だと思うので、そういう方にね、私の、この、えー、うん、億万長者合宿。 長者のシリーズを利用していいいたたただけたらなぁみたいなみ思まあ、これは割と私自身が緩い感じでやってるので、本当に命がけでやってるって感じではない感じでやってるので、まあ、そういう方も入りやすいかなと思いますし、複数の人がね、絡んでくれれば、アクセスもだんだん伸びていくかなという目論見みがあったりしたんですけれども、 今のところはですね、参加していただけてるのが、久保さんだけということで、それもありがたいんですけど、できればね、そういう方たちにも参加していただきたいなと思います。えー、でですね、まあ、YouTube のリスクを、まあ、やはり、えー、感じざるを得ない状況というのに私も、えー、直面したんですけど、まあ、私の場合は他の儲けがあるから、えー、そちらで、 大丈夫みたいな感じですけれども。まあ、このね、チャンネルもなるべくならみんなと一緒に伸ばしていけたらなという淡い期待があります。そんなとこになりますかね。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。